そこには絆があった。そこには友があった。されど、彼らが道は夢のごとくまどろみに散り、そこにはただ虚無が残った。果たして絆は幻だったか？果たして友は霞だったか？いの、強き少年虚無を払い、友の影をつかむため、幾月幾年を超え、成長を歩む。紅葉に戻りし僧帽は、優しき光に自信が見えた。光は新たな可能性へ。自信は新たなつながりへ。渦巻きナルト物語がここに始まる。ウチハサスケサリシモチ、友を連れ戻す力を得るため、死ジライアと共に修行の旅に出た渦巻きナルトは、3年ぶりに木ノ葉隠れへと帰郷した。春の桜をはじめ、かつての仲間たちと再会を果たしたナルトのもとに、所属する第7班の隊長畑かかしが現れ、修行の成果を確認するための手合わせを行うと告げる。果たしてナルトとサクラの両者は、その瞳に自信を抱き、サバイバル演習場へと向かうのだった。どうやら今回は本気を出さないといけないようだな。絶対に負けられない。よし、俺たちの力見せてやろうぜ。戦闘開始。かかし相手にその成長を証明したナルトとサクラは、正式に第7班の一員として任務に従事することとなった。新たに幕を開けた木ノ葉での日々。しかし、おかげである綱手より突如言い渡された風影ゴーラ奪還の任務を受け、
人たちは荒野へと駆け出した。風影を連れ去ったのは暁と呼ばれる謎の組織。第7班は彼らのアジトを目指し懸命に走るが、その目的地の直前、サスケの実兄であり暁の一員でもあるウチハイタチが現れ、ナルトたちは足止めされてしまう。強大な力シャリンガンを有するイタチを相手に、ナルトは「まさかここでお前と出会うなんてな、イタチ。あなたたちにはここで消えてもらいます。お前は俺がぶっ潰す!」戦闘開始。任せろ。遅い。足止めされるわけにはいかねえんだ。激闘の末、イタチを退けたナルトたちは急ぎ目的地へ向かい、ついにガーラを連れ去った元凶デイダラと対峙する。強敵を前に怒りの込み上げる渦巻きナルト。その怒りに対し動じる様子を見せないデイダラ。ガーラをかけた激突がここに始まった。暁か、てめえらなんぞオイラの芸術でボカンだ。ガーラ返せ。戦闘開始。
し、これでガーラを助けることができるってばよ。デイダラを撃破したナルトは風影奪還に成功。砂隠れとの新たな絆を築き、この木葉隠れへと帰還する。しかし第七班に休息の暇はなく、早急に畑かかしの代役であるヤマト、そして新メンバーのサイを加え、次なる任務地天地教へと向かうのだった。天地教では暁のスパイは出現するとの報があったが、果たして現地に向かった一行を待ち受けていたものとは。暁を陥れようと画策する音隠れの忍び薬師兜と、内葉サスケを惑わす巨悪オロチマルであった。憎むべき存在オロチマルを前に、ナルトの感情は憎しみに沈む。内なる九尾はついに暴走に至り、赤き方向が空を焦がした。このジャクラ楽しめそうじゃない。